シュークリーム。弟家族が母の日のプレゼントで送ってきたもの。これを母親から頂きました。なんかややこしいですね。もらいものもらいもの。中野の創作菓子のソワメールというところが作ったものです。これすっごく生地がサクサクしてるんですよ。サクサクしてて、中が詰まってる感じ。もう初めてですね、こんな食感は。 パイ生地が巻かれてるそんな感じです中がすごい詰まってるって感じですねクリームの中にバレラビーンズなのかな粒が見えますパイ生地にくるまれてて中のクリームが隙間なく入ってるそれだけでも感動ですねシュークリームを食べてるってより新しいパイを食べてるそんなイメージですね東京に住んでる人だったら店まで直接行って